どうもこんにちは、まなです。皆さん、体温は測ったことありますか？以前動画で体温を測る動画、やったと思うんですけど、でこちらの商品を買ってきて、これで測るっていうのを撮りたかったんですけど、ちょっとこちらが壊れてまして電源がつかなかったんですよ、電池入れても。なんでちょっとお店に行って新しいのと変えてもらいました。はいなんでちょっと今日はこちらを使っていきたいと思います。本当に使えるよね、今度こそどうする？また使えなかったらそれはちょっともうどうしようもなくない？やばいでしょ。やばいよ、2個目も使えないから何個買ってもダメじゃんってなっちゃう、いやでもそしたらあれじゃない、もうどうやって飲食店のこれは使えてるのかなって感じにならない？いや、たまたまその何万分の1の確率を2回連続で引いたみたいな感じじゃないの？いやいやいや、不良品をいやちょっとそれは困るよもう2回目だからね、これで。今度こそ。お、ついたついたついた。おお、貸して貸して貸して。はい。ついたよ。お、すげえ。すげえ。え、これをじゃあ。うん。おおおお、俺あったかって。36.6。36.6？うん。これ。テーブルやって、テーブル。これなんて読むの？ LO 測れないってこと？冷たすぎるってこと？あれ温度あんの？それ何度から何度までしか測れない？32度から43度。ああ、じゃあテーブル冷たいからそれより下回っちゃったから測れなかったんじゃない？やっぱ体温計じゃないと無理だよ、体温と体の面積のどこかじゃないと。え、お兄ちゃんの手が 36.6 36.6 いきます。お、違う、35.7。1度違うやん、約。え、あったか、お兄ちゃんの手心があったかいからいやいや、よく言うよね、心が冷たいからそうだけどで、心が手が冷たい人は心があったかいっていうね。そう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 、なんかよく言うよね言う確かに言うけど、いや俺あったかすぎて手まであったかくなっちゃってる肌から。そうなんだまあいいやいや、あれじゃん、おでこじゃない、やっぱり。うん、ちょっとおでこ測ってみますね。ああ、測れたのかな。36.2。これは普通？いやー、低い方なのかな。え、普通か。普通って36.5とか。ああ、でも 37.5 がもう熱あるって感じなんだよね。37度でもう熱があると思ってた俺は。ああ、でも私もそうかもしれない。じゃあ普通じゃない？ 36 から 36.5 が普通なんじゃないかな。ああ。え、ちょっとお兄ちゃんも測ってみよう。マジ？何度違うかな。36.2 じゃん。36.6。ああ。変わんねえわ、手と。変わんないわ。手と変わんない。あ、そうだね。あ、でも私結構変わったけど、手と。ああ、足とかは、太ももとかはなんかさ、これさ、よくさ、店員さんやるじゃん。こうさ、連続でやるときにさ、なんか一回こうやってさ、手測ってっていうか、なんか違うとこやって、またやってってやるよね。え、そうなの？知らん。え、なんか連続でこうやんなくない？なんかちょっと一回置かない？あ、そうなんだ。なんか壁とかをこうやって、でまたやって。ああ、一回挟むみたいな休憩。そうそう。え、そうなんだね。なんかあんのかな、意味が。いや、連続で測るとあれなのかな。ああ、じゃあ一回テーブル測ったら毎回じゃあ。で LO にして。じゃあ太もも。35.9。おー。でも本当に早いね、これ本当に。測れてるよね。信用ならん。足の裏って気になるよ、何度なのか。お、低っ。34.3。ああ、そりゃあ、あ、冷たいもんな、足の裏って。確かに今触ってみたけど一番冷たいかも、体の中でね。指先が冷たい。指先、ああ、足の指先。そういうことね。変わんのかな。変わらなくない？大して。え、分かれない。死んでんじゃね？死んでんじゃね？え、いや、それね、足の指じゃなくてね、地面を測ってるのがずれて、ちょっと標準がずれちゃって。ダメだ、これだ。え、すぐこう向き変えちゃうから、結果的に今違うところ測ったんじゃないの。ピッ、ちょっと置かないと。やっぱダメだ。貸して。待って、他のところだって。あ、ほら、測れる。足のなんか指先の方を測ったんだよ。うん、測れたか。やっぱ俺 36.6 だな。いや、俺 36.2 だけど、足指。え、俺全身均等にあったかいな、多分。あ、32度より低いんじゃない、私の足の指先。やっぱ死んでんじゃね。死んでないわ。低体温症の人でもそんな低くないと思うもん。だってね、足の裏はまあまああったかいね。うん。足の指先はめっちゃ冷たい。死んでんじゃね。だから死んでないって。俺思ったのは、そのマスクしてるじゃん。マスクの中測って、マスクこう前に引っ張って横から測ればさ、あったかいのがさ、分かるじゃん。マスクしてるとさ、絶対暑いと思うんだ、口周辺。36.1。ああ、変わんないね。まあそこまで変わんないね。お腹はお腹。ああ、お腹。一番あったかそうじゃない？お腹そう。36.1。変わらんね。なんかどこもあんま変わんないんだね、やっぱ。いや、でも面白いね。うん、ピー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 剥がれるから。すごい早くていい。ああ。めっちゃ楽。本当にいつもさ、こうやってさ待つよじゃん。確かにね。12分待つもんね。動けないじゃん、こう測ってる時って。あんま動いちゃダメって言われるじゃん、うん、だからもうこのまんまずーっと待ってるよじゃん。何もできないよね。まあね。それが嫌だった。でもこれはいいわ、本当に。ちょっとたまちゃん測っていい？たまちゃん死んでるから、生き物じゃねえし。うん、ダメだった。だろうね。変わんなかった、たまちゃん。はい、まあ今おでことか足とか腕とかいろんなところを測ってみたと思うんですけど、まあちょっと胸とあとお股をちょっと測っていきたいと思います。はい。まあなんか一番気になる。何度あんのかなみたいな。全然違うのかな。じゃあちょっとまず胸から。あ、でも結構高い。36.7。今日過去最高じゃない？うん。36.7。一番体の部分だったかかったね。ね。あれか、ブラジャーしてるから。ああ、あるかも。じゃない？うん。ね。ブラジャーでこう締め付けられてるから、あったかくなるんじゃない？やっぱ。じゃあちょっとあそこも測っていきたいと思います。くだらねえ、マジ。絶対バカ。気になるじゃん。何度ならねえよ。全然気にならねえわ。あ、低い。なんだ。36.5。ああ、低いよね。低いね。低い。まあ普通じゃない？普通なのかな。うん。はい。なんか期待してたのはもうちょい高いのかな。ああ、37度とかあるのかなって思ってたんだけど、全然だった。ごく普通。でも体の部位であったかい方じゃん。手とか腕とかおでことかよりも。ああ、まあね。はやっぱあれじゃない？服着てるから。服着てるからその分暖かくなるんじゃない？やっぱ露出してる部分はやっぱ冷たいね。うん。低い。なるほどね。うん。背中とかは？やってみたら。背中ってどうなの？高いの？ああ、36.6。36.6。ああ、おお、あ、やっぱ服着てるとあれだね。うん、服にかぶさってる面はあったかいんだね。うん、意外とね。いやー、でもこれ便利じゃない？いや、いいねそれ。俺も買おうかな。家で子供の熱とか測るとき楽かもしれない。ああ。まあちゃんとはね、測れないとは思うけど。楽だわ。やっぱさ、子供って動いちゃうもんね。そうね。飽きるもん。あとじっとしてらんないからね。ああ、もう取っていいみたいな感じになるもんね。あといつの間にか違うところにこう測る部分が飛び出てたりとかさ、脇貫通してさ。あれ。いやー、でも本当にこれ作った人天才じゃない？ね。うん。なんで今までなかったんだろう。あったのかもしれないけどね。コロナになって初めてそれがすごい広まっただけで。なんだろうね。昔から実はあったのかな。うん、見たことなかったけど、これ確かにね、コロナで作ったとか、うん、まあわかんないけどね、うん、まあでも便利な世の中になったね。はい、まあこんな感じで、まあ今日はいろんな部位を測ってみたんですけど、まあどうでしたか？まあ絶対便利だと思う。私ね、すごいすごいと思ってる、これ。なんて言えばいいんだろう、なんだろう、なんかこのなんて言えばいいんだろうな、なんか難しいな、すごい気に入った。は何が難しかったの、その言葉を出すまでに。そうなんかね、表しづらいけど、すんごい気に入ってるのよ。ああ、うん。子供が好きなおもちゃを買ってもらった時みたいな感じ。なんかすっごいすごい気に入ってる。目が輝いてるわ。そうそう。で、まあこれね、3、4千円、多分4000円ぐらいしました、これね、私が買ったやつなんで、まあもしまあ毎日測りたいなとか思った方はぜひ買ってみてください。いやでもあって便利だと思うけど、私はまあね、あっても別に困ることないし、うん、全然いいと思うよ。すごいめっちゃすぐピッて測れるんで、うん、もうここを押すだけなんでめっちゃ簡単なんで。ハマっちゃうよ。そうそうそう、なんかね、いろんなとこ測りたくなっちゃう。あれこれ何度だろうみたいな。はい、まあもしよかったら買ってみてください。じゃあ今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。